ブイドゴシチュは、ポーランドの都市。かつては、ブイドゴシチュ県、現在は、クヤビポモージェ県の県と、ビドゴシチ、ビドゴシチュ、ビドゴシチなどとも表記される。ドイツ語ではブロンベルク。人口は、約34万人。ビスは川支流のブルダ川沿いに位置している。また、ブイドゴシチュ運河の東端に位置しており、内陸都市だが、水運の拠点として、 重要な役割を果たす。機械工業なども盛んで、ポーランドの大手鉄道車両メーカーペサの本社工場がある。近隣の都市としては、約150キロ北のグラニスク、100キロ南西のポズナン、40キロ東のトルンなどが挙げられる。1238年、資料上最初の町についての記載が見られた。1346年、 キャストアサのカジミエシュ王によって都市特権は認められた。14世紀末に成立したヤギエウオジョの下でポーランドはバルト海へ進出していった。その結果バルト海沿岸との交流が深まり町の商業発展に寄与した。1772年第一次ポーランド分割によってプロイン領となった。間もなくビドゴシチュウンガが,が開通して西部と水運で結ばれた。 19世紀初頭、ナポレオン・ボナパルトがプロイセンに、イエナ・アウエルシタットの戦いで勝利し、ティルジット条約が締結された。この条約によって、ワルシャワ公国が成立し、ブイドゴシチュも公国の統治下に置かれた。第一次世界大戦でドイツが敗北し、ブイドゴシチュはポーランドの支配へと戻った。ありがとうございます。